今回のゲストは金メダリストのこの人です。はい、スキーノルディック複合、荻原健司です。よろしくお願いします。はい、お願いします。早いもので兄弟揃って出場した長野から20年経ちました。あの時はたくさんの応援いただきましたね。メダルを取れなかったのは残念ですけども、次あると揃って入賞できたことはいい思いです。いよいよ勝負のウィンターシーズンが始まりました。始まりました。日本の選手活躍楽しみですが、健司さんはどんな指導をしているんですか？選手には練習メニューを自分で考えてもらっています。私はそれについてアドバイスをします。選手は常に主体的になってもらいたいからです。なるほど、選手に自立を求めてるんですね。はい。我らがノルディック複合の渡部暁斗選手はアミノバイタルのサポートも得て活躍が楽しみです。はい、コンディションも良く、課題のジャンプも良くなりました。きっと世界のキングオブスキーになってくれるでしょう。